コムネイロスの処刑、アントーニオフィスベルトが1860年コムネイロスの反乱は16世紀初頭、スペインをカルロス一世の絶対主義支配に対するスペイン都市の反乱。スペインでは都市が中世的自治を主張するとき、コムニダと呼び、コムニダの構成市民をコムネイロスと言った。16世紀、スペイン都市行政は国王の支配下に編成され、 国王の気ままなご用金取り立てを受けていた。カルロス一世が即位して、スペインへ乗り込むと、1520年、サンティアゴでコンポステーラでコルテスを召集し、40万ルカードのご用金を貸した。都市代表はこれを拒否したが、ラコリューニャのコルテスは国王に圧力をかけられ、これを承認した。この出来事より先に、 大司教任命に関して王と争っていたトレドはいち早くコムニダを宣言し、自治都市の運動はカスティーリャ、レオン、アンダルシアに及び1520年8月に開催されたアビラのサンタフンタには15都市が参加した。10月にトルデシリアスでサンタフンタが開かれ、王に都市特権の承認、官僚都市行政の廃止を陳情したが拒否された。これにより、 サンタ・フンタは戦線布告、約半年間王軍と戦闘状態となった。1521年4月、ビリャラールの決戦において、ついにサンタ・フンタ軍は王軍に撃破され、自治都市の運動が鎮圧された。この後、都市の中性的自由は完全に奪われ、織物工業の発展の目は摘み取られた。ありがとうございます。